佐久小諸ジャンクションは、長野県小諸市にある、上信越自動車道及び中部横断自動車道のジャンクションである。敷地のごく一部は佐久市にかかっている。建設中の仮称は佐久ジャンクションであった。2009年8月5日の検討懇談会にて、佐久市側は、仮称は佐久 JCT であることに加えて、高速自動車国道の路線を指定する政令において、 中部横断自動車道の終点が、作市であることが明記されている、作地方の総称であるため、作 JCT が望ましいと主張。小室市側は、所在地の約98%が小室市内であるが、作 JCT を過小としてきた経過もあるため、小室作 JCT としたいと主張した。2009年9月8日には、検討懇談会において、 座長を務める南作軍川上村の藤原忠彦、村長が調整に入り、作小諸 JCT を管理するネクスコ東日本に要望することで合意した。なお、作小諸 JCT とする場合、作市側は漁師にまたがって建設された、国道141号 IC の名称を作北インターチェンジ、小諸市側は JCT に隣接し市内に建設された。 本線料金所の名称を小諸見陰料金所とすることを要望。双方の要望を取り入れることで合意された。佐久市と小諸市をめぐっては、1997年にも、現在の長野新幹線佐久平駅の名称検討の際にも対立している。中部横断道ジャンクション名称めぐり11市町村長が混乱。ありがとうございます。